いつの間にかもう3月になってたけど今年のお願いは叶った。ナプリコね、始まるよ。ということで今回は、お正月イベント、鉄装、ランドソルギルドレースのボス戦会話を紹介します。視聴者は兄貴たちの今年の目標は何かな？急いで達成しないとあっという間に年が明けるぞ。やばいわよ！ガチャが無料。勇ましくない。神なんか必要ねえんだよ。レースが楽しかったのでしょうか。随分と興奮しておられるご様子ですね。馬娘かな。危ないわね。せっかく優勝したのに怪我なんかしたら台無しじゃない。おとなしくさせるわよ。お前を殺す。はい、みんなで楽しいおせちじゃなくて正月を迎えるためにもう一頑張りしましょう。グルーポンのおせち買ってきたよ。これってガチで画像通りの中身だったんですかね。山神様のプリケツだぞ。喜べ視聴者は兄貴たち。刺激が足りんぞ。やったわ。あいつ帰って行ったんじゃない。かわいそう。これでおとなしくなってくれるでしょうか。いえ、一旦落ち着いただけでまだまだ収まらないご様子です。ここは R18 番プリコネ X のセリフ。こっちから行けるみたいですよ。お、開いてんじゃん。ハワは、この辺り、なんだか嫌な気配がしますね。ハワはとか競技聞かねえな、はい、この通り、キャル様の尻尾もビリビリと逆立っております。皆様、気を引き締めてまいりましょう。ビビってんのか。ほら、コロスケ、人の尻尾で状況判断しないでよ。下の尻尾は正直のようだな。うーん、ぐへへ。私のお腹もペコペコになってきちゃいましたわ。空っぽにならないうちに蹴りをつけちゃいましょう。ペコって実際どのぐらいまで食えるんだろうね。なんだか山神様、さっきより強そうじゃないですか。はい、明らかに威圧感が増しているように思います。威圧感丸。もしかして戦ったのがいけなかったのでしょうか。蹴る、お前だったのか。私たちのせいだっての。俺は悪くねえ。こうなったらあっちが動けなくなるまでやってやるわ。ニューイヤーバーストを打ち込んでやれ。日陰の始まりだ。ナンバーカーバロン。なんだこのおばさん。かな。山神様のプリケツ、こちらも抜かねば。武作法というもの。お兄ちゃんのためだもん。楽勝ですよ。バッチこいで。嘘、まだ強くなるっての。ありえないわよこんなの。さすが神と名付けられる存在です。一筋縄ではいきませんね。神のカードで1枚だけクソ雑魚がいるってマジ。なんだって私たちには勝利の女神がついてるんですから。素敵な仲間が増えますよ。さあ、姫さん、副ギルドの力見せてやりましょう。私にそんな力は。でも山神様は一緒にレースを競い合ったライバル。今度も私が止め、キラー。宴の始まりだ。ナンバーカーバロン。負けないわ。プリケツコネクト。視聴者は兄貴たちは誰のケツが好きかな。メメントちゃんの意外と言わせりしてますよね。でしょう。僕ちゃんケツには自信あるよ。中に出してください。山神様がお帰りになりました。本当、皆様お疲れ様でございます。しかしこれで最後だったのでしょうか。フラブオス。ちょっとやめなさいよ、そういう怖いこと言うの。やつは四天王最弱。冗談ですよ、キャル様。とにかくこれでさらに今年一年良い年になりそうです。良い年もいいですけど、もうお腹ペコペコですよ。みんなでご飯を食べに行きましょう。その後のことはまた考えればいいですよ。お正月といえば雑煮だよね。今回ばかりはあんたに賛成。よし、パーッと行きましょう。ギャルちゃんの現実のお正月だとどんな感じなんじゃろ。こちらから新たに現れた強力な魔物に挑戦することができます。頑張って挑戦してみてください。かりんさん地味に立ち絵のバリエーション多いよね。ひろさんみたいに水着になれ。私たちのそっくりさんが出てきました
意外とエロ同人で使われない設定、使えそうなのに。その通りでございます。ギルドレースは他者との戦いであると同時に自身との戦いでもございました。それを乗り越えた私たちに越えられない壁などございません。よい歌、それでこそママや。じゃあパパッと片付けてあいつをおとなしくさせちゃいましょう。両断してやろう、ナンバーガーバロン。何やら足元のコンディションが悪くなってきました。なんかコッコロママからコンディションってワードが出るの意外な気がする。誰が山神様のせいなんでしょうか。俺のせいだ。本当にもう、ただでさえこの服のせいで動きづらいってのに厄介なことしてくれるじゃない。じゃあ脱ごうか。山神様まだまだ荒ぶってますね。苦しい戦いになりそうですけど、みんなの力で乗り越えましょう。勝利を信じて。宴の始まりだ、ナンバーガーバロン。やっここのムエミちゃんの削り好き。世話の焼ける神様ね。どんだけ暴れ回れば気が済むってのよ。山神様なかなか気を沈めてくれませんね。それだけレースの興奮が収まらないということなのでしょう。競馬で大負けしたのかな。しかしこのままにもしておけません。次が死力を尽くした最後の戦いになりそうです。向こうも私たちもいい加減限界っぽいしね。こうなりゃ白黒はっきりつけてやるわ。さあこれで最後です。みんなの力をすべてぶつけましょう。友情パワー。両断してやろう、ナンバーガーバロン。今年も宴の始まりだ。楽勝。アキラと一緒に戦うのワクワクするな。私もノエムがいるとついやりすぎちゃうよ。ワクワクを思い出すんだ。ということで今回はここまで。動画更新のお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいママがいたらコメントしてきてね。さて、この動画を最後まで見た君たち、君も山神様のようなプリケツになるように努力しようね。あと今回のサムネイラストは天下雷兄貴にお借りしました。ありがとなす。さらにさらに、ファンアートをなお兄貴にいただきました。ありがとなす。ファンアートもサムネに使わせてくれる兄貴もいつでも大募集してるから連絡してね。では、さらばだー。